マヌトリゲロスは、スペインタラベラデラレーナ出身のサッカー選手。リーガエスパニョラビジャレアル CF 所属。ポジションはミッドフィールダー。カスティーリャラマンチャ州、トレド県タラベラデラレーナに生まれたが、ムルシア州のレアルムルシアの下部組織に入団し、2009年に B チームに到達した。2009から10シーズン終了後に、ムルシアのトップチームが、セグンダリビシオンから、 セグンダ・ディビシオン B に降格となったため、2010年夏にビジャレアル CF の下部組織に移った。2010から11シーズンは、主に C チームの試合に出場したが、2011年6月4日、セグンダ・ディビシオンのレアル・ベティス戦でビジャレアル CFB の試合に初出場し、2012年2月11日、CE サバデー FC 戦で初得点を挙げた。 2011から12シーズンのビジャレアル B は残留圏内の12位でシーズンを終えたがトップチームがプリメイラディビシオンからセグンダに降格したためビジャレアル B はセグンダ B に強制降格となった2012年6月正式にビジャレアルのトップチームに昇格したありがとうございます